どうも皆さんこんにちは、キョウキョです。今回ですね、タウンホール1から4の方に向けた、動画となっていますので、そうでない方はちょっと戻るボタンを押していただけるといいかなと思います。では早速1から4の方はですね、これからのクラクラ人生が結構始まると思うんですよ。壁塗りであったりね、一番大変なのはやっぱ壁塗りですよ。壁塗りであったり、防衛施設を上げたり、資源をゲットしたり、村を強くしたい、そんなあなたに1から4でやってはいけないことをですね、教えたいと思います。タウンホールをですね、クラッシュ・オブ・クランというゲームはタウンホールのレベルを上げるとですね、防衛施設が増えるということになります。なのでタウンホールを上げて、やっぱりその村をその強化したいっていうやっぱ気持ちはあると思うんですけれども、それはその考えはダメです。捨てましょう。タウンホールを上げてしまうとですね、格下から、格下というのは多分今私がタウンホール8でしたら、タウンホール7から取れる資源の量が 25% 減ります。そしてタウンホール6から取れる資源がなんと 50% も減ってしまうんですね。なので普通だと、普段例えば10万、10万はないな、例えば普段6万取れてたとすると、1つ上げてしまうことによって4万ぐらいになってしまうんですよ。いきなり軽減というか激減してしまうわけです。そしてもう2段階3段階も上がっちゃった暁にはもう資源が全然取れないという村になってしまうわけですね。なので、タウンホールを先に上げてしまうと全然取れなくなってしまうわけですよ。なのでタウンホール1から4の方、まだ間に合います。まだ間に合うんですよ。タウンホール4でしたら、まだ壁をね、頑張って強化していきたいですね。やっぱタウンホールのレベル上げて全然資源取れないと、壁も全然上がんなくなっちゃって、そのもうクラッシュオブクランなんてもうやめたみたいな感じになっちゃうんですよ。なので、そうならないためにもタウンホールのレベルはコツコツ上げることを本当にお勧めします。私は壁をね、今80個ぐらいありますけど、壁をほとんど3分の1から3分の2上げてから、タウンホールを上げようと思っています。タウンホール1から4の方、絶対に壁を最大レベル、そして防衛施設も最大レベルまで上げてからタウンホールを上げるようにしてください。それは本当にね、言いたいです。それ本当に言いたかった動画です。それだけです。本当はタウンホール1から4の方、一緒に頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。